武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は、駒澤大学の生物の勉強について話していきたいと思います。生物ですが、時間60分で大問が5題、出題されています。で、マークと記述の、併用でマークメインという形ですね。で、問題の、が知識そのままは分かっていれば答えられるようなものも、あれば、その用語に関する正確な知識を持っているかなというものだったり、実験過程を、それぞれしっかり見ていって、実験の手順に誤りがないか、その実験からどういうことが分かるかみたいなのを読み取るような問題も、それぞれあります。で、という形なんですが、問題の難易度そのものは日大レベルが終わっていればしっかりいけるとは思うんですが、ただその実験過程を追っていくような問題だったりとか、あとはその正しいものを選んだり間違っているものは選びみたいな問題に関しては、その選択肢が多いものなんかだと結構その紛らわしかったり、その細かいところを聞いてくるような問題もありますので、一部ちょっと難しいなみたいな問題が出ることはあります。で、それはまあ出てきたその都度そこを資料集なり、講義系の参考書で確認して、知識を深めていくっていう形でやっていくといいかと思います。変にそれが出てくるからといって無理に詳しくしようとするんじゃなくて、まずは確実に解ける問題をちゃんと網羅して、その上で足りない部分を補っていく形ですね。で、大問が5個と多いので、どうしてもそのいろんな分野が出てくるようになります。なので苦手分野を作らずですね、前半にしっかり網羅できるように学習を心がけておきましょう。で、資料集は、しっかり特に実験の、手順とかについてはですね、とか実験器具についてですね、このあたりは確認するように心がけてください。以上が生物の勉強となります。